音響兵器、音響兵器、音響液とは音波を投射することにより人の行動能力、判断能力を奪うことや聴覚器官や脳にダメージを与えたり物体を破壊することを目的とする兵器である。ただし出力を調整すると兵器としてだけでなく音響装置、スピーカーとしても利用可能なものもあり、どこまでが音響兵器に当たるか若干曖昧な場合がある。 音波は通常、発生源から放射状に広がる、膨張する球面のように広がる、波の性質を持つが音響兵器となるものでは、兵器工法の味方に被害が出ぬ、要思考性を持たせるのが一般的である。これにより選択的に影響を与え得るものとなっていることが一般的である。二千五年十一月には、米国の民間、商用豪華客船がソマリア沖で、 武装海賊の襲撃を受けた際、音響兵器の一種エルラット、口述で海賊を撃退したことが報じられた。米軍は音響兵器、エルラットを大量に配備している。イスラエル軍は音響兵器、スクリーム、叫びを用いることがある。また2017年にロシアがキューバ国内で米国大使館員に対して用いた疑い持たれている、口術。なお。 いくつかの国の警察などで、対人用で被殺し調整、生命に危険を及ぼさないのものが導入され、デモを妨害したり、ボートを鎮圧する目的などに用いられ、転倒や打撲の危険が付きまとう、高圧放水などよりも安全であることが期待されているが、実際には人が大音圧にさらされた場合、特に130デシベル、SPL 以上では、瞬間的であっても、 2008年時点の医学では治療困難な音響性外傷や寒音性難聴などの障害が残る可能性があるとされ、本当は安全であるとは限らない。これに類する装置のアイデアは古く、音響装置を用いて破壊力や殺傷力の実現、もしくは心理的ダメージを与えることを目的とした兵器などは1960から1970年代に 旧ソビエト連邦が低周波を利用しものを実用化したとする説もある。しかしこの旧ソ連の低周波兵器は存在は愚かその情報自体が不明確であるため本、記事では割愛する。ただし実際に確認できる範囲で騒音を何らかの軍事的活動に利用した例はあり、ナチスドイツのユンカース187は固定脚の構造から計らずもサイレンに似た音を発し、 急降下爆撃時に爆撃目標周辺に恐怖心を引き起こしたのは有名で、後に威圧効果が認められて、空力式のサイレンが取り付けられたものもある。このほか、V1 飛行爆弾は、Z エンジンの構造から独特の飛行音を発生させたが、これが攻撃の標的とされたロンドン市民にストレスを与えている。現用のものでは、エルラッコーポレーション製の長距離、 音響発生装置であるエルラット、ロングレンジアコースティックデバイスが、イラク中流米軍に配備されるとの報道が2004年にあり、メーカー発表によると300台以上配備されている。米軍が大量に配備しているほか、世界各国の軍隊、警察、消防機関に導入されている。この装置はモデルによるが、直径80センチメートル程度のワン型化四角形。 あるいは六角形をしており、重量は3 0ラム前後で、有効範囲にある対象に向け作動させることで、攻撃の意欲をなくさせる効果もある。これは暴動などの際に、催涙ガス、催涙ガンなどを使用すると呼吸器疾患のあるものが渋滞となったり、死亡する危険性があるため、これに代わるものとしての利用が期待されている。ただしその一方で、 断続的に強力な音波を照射された場合、聴覚障害の危険性があることも示唆されている。このため運用面では、制圧目的の場合には一度に数秒程度とし、連続照射を前提としていないことがメーカー側から示されている。この装置は、指向性を持っているため距離の離れた、限られた範囲内に音声メッセージを明確に伝えることにも利用でき、例えば災害発生時に、 相手側に無線受信機がなくても被災者に適切な指示を得たり、群衆の中の特定集団にのみ指示を出す、周囲の人間の妨げにならないことも可能である。兵器の戦場での運用や成果は一般に報道され、憎いものだが、2005年11月5日、エジプトからケニアへの航海途上にあった、米国の民間、商用豪華客船がソマリア沖で、 武装海賊の襲撃を受けた際、エルラットで海賊を撃退したことが報じられた。また、2009年2月7日に報じられたところでは、日本の調査捕鯨船団が調査捕鯨船に過激な妨害活動を行っているシーシェパードに対し、2009年2月からエルラットを用いて同団体の接近を阻止し、水産庁側は事前に 警察庁などと協議して国内法、国際法のいずれにも抵触しないことを確認し違法性はないとした。抗議船の船長はこの装置により妨害活動に集中することが困難に行ったことを認めざるを得ないとコメントしたため期待された効果を発揮しているようである。2009年9月にはピッツバーグ死刑によってアメリカのピッツバーグで開催された G20 サミットへの抗議デモに対し、エルラットが使用された。これは、アメリカ国内で警察が使用した初めての例とされ、その後もしばしば使用されている。ピッツバーグでの2009年の実施では見物人が、聴覚障害を被り、市は7万2000ドルの賠償を行った。前述のように、武装が難しいがスペースに余裕のある民間の大型船が、 テロリストなどの接近を妨害するため搭載している例がある。この他にも避難勧告やスポーツ会場での呼びかけ用として自治体などが導入している。なお、イスラエルでは同国の陸軍がスクリーム、叫びと呼ぶ、車載型の音響機器を使用して人に不快感や平行感覚喪失を一時的に発生させる装備を採用2005年にヨルダンー西岸の デモ対水に使用したこの装備は10秒間隔で断続的に深い音を発生させるもので人の平行感覚をつかさどる内時に採用する周波数だという。ただこれも長時間照射では健康被害を与える危険性も指摘されている。2017年には在キューバアメリカ大使館職員に対してロシアなどの第三国がキューバ政府に 内緒で何らかの音響兵器を使用した疑いが出ている。AP 通信の報道によると2016年秋頃からキューバ駐在アメリカ大使館職員5人が原因不明の聴覚障害の症状が出るという身体的被害を受けた。在キューバカナダ大使館でも少なくとも一人の外交官が聴覚障害の症状により治療を受けている。アメリカは大使館職員の 身体的被害理由に5月23日に首都ワシントン DC 駐在のキューバの外交官2人を国外追放処分にした。かつては潜水艦を攻撃するため複数のスピーカーから出力された音波をアクティブフェーズドアレイの原理により集中させ衝撃波として当てるアイデアがあったが頓挫した。研究成果は尿路結石を体外から破壊する。 対外衝撃波結石破砕術、エスルの基礎となり、1980年にはドルニエメドテックが製品化した。その後は、コンピュータの計算速度や制御技術が進展したことでより小型の目標を狙うことも可能となったことから、感染に向かってくる魚雷の進化を誤作動させるアクティブ防護システムへの応用構想中されている。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。 クリックしてください。